して、もうズレを作ってしまうと、そのままガーッと持っていかれてしまうんですね。なので、はい、こんにちは、中川です。今日はですね、育成世代、特にミニバスカテゴリーでですね、よくいただく質問にお答えしていきます。ディフェンスの時に自分よりも大きな選手をマークする時にどうやってディフェンスしたらいいんですかっていう、こういったご相談をよくいただきます。で、その時に私が答えている一つの、回答がですね、こちらのアングルから、お伝えするんですけれど、まず考えなくてはいけない大切なことは、このように体の大きな選手に対してもうズレを作ってしまうと、そのままガッと持っていかれてしまうんですね。なのでもう状況がさらに不利な状況になってしまいます。で、何を考えないといけないかというと、とにかくこのボールを持っている選手とリングをつなぐこのインライン、この間に常に立ち続けるっていうことです。そうすればコースに常に入っていれば、ここからアタックして突っ込みすぎたらオフェンスチャージングになってしまいます。だからサイズのある選手も簡単には攻めることできません。なので常にこのインラインを譲らないっていう意識でコースに立ちふさがってほしいんです。ちょっとお願いします。このようにですね、もう彼がどれだけ攻めようとしても常にコースに立ちふさがる。そう、彼が横に動いても攻めようとしても、ずっとそのリングとプレイヤーを結ぶ間に立ち続ける。そうすると、はい、ありがとうございます、相手もですね、簡単には攻めてこれませんので、とにかくリングに近づけないように、その間にコースにずっと頑張って立つ。そのためにサイドステップとかですね、クロスしてもいいです。とにかくコースに常にいる、この1点に集中して、ディフェンスを頑張っていってみてください。これが一つの、ヒント、アイデアになればと思います。それでですね、今回はちょっとディフェンス側のお話をさせていただきましたが、この動画の説明欄でですね、オフェンス側ワンオンワンのドリブルムーブですね、こういったディフェンスを出し抜いて突破していくような具体的なテクニック4つほど、プレゼントさせていただいております。登録フォームがございますので、そちらにご登録いただいて、あなたの大切なゲームでその4つのドリブルムーブを、ぜひ実践していただけたらと思います。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。